ポンテデウメは、スペイン、ガリシア州、アコルーニャ県の自治体、コマルカ・ド・エウメに属する。ガリシア統計局によると、2011年の人口は8342人である。住民呼称は、ユムズ、エサ、または、ポンテデウムズ、エサ。カスティーリャ語表記はプエンテデウメ。ガリシア語話者の自治体住民に占める割合は 94.09%。ポンテデウメは、アコルーニャ県の北部に位置し、コマルカ・ド・エウメに属する。北は、西側が、リアデアーレスに面し、東側が、カバーナスと、東が、モンフェーロと、南が、ミーニョと、ビラルマイオールと隣接し、西は、リアデアーレスに面している。自治体中心地区は、ポンテデウメ教区のポンテデウメ地区。ポンテデウメは、ベタンソス司法管轄区に属す。この地には、古くから人が定住しており、カルボエーラやセントローニャのカストロなど、カストロ文化の遺跡や遺物が多く残されている。ローマ文化については、1950年にセントローニャ教区でローマのビラの遺構が発見されている。この地についての最も古い記録は、1270年のクリスマスにカスティーリャ王であるアフォンソ10世、剣王によってこの地区の住民に唯一王のみに従属する自治都市の創設が許可されたというものである。1371年、エンリケ・デ・トラス・タマラはフェルナンド・ペレス・アンドラーデにセイニオリオ・ダ・ビーラを与えた。現在このビーラは、海岸はフラガス・ド・デウメ自然公園となっており、また歴史的建造物のアンドラーデ城やアンドラーデの塔などもあり、この地の観光の目玉の一つとなっている。自治体首長はガリシア国民党のガブリエル・トレンテ・ピニエイロ、自治体評議員はガリシア国民党、8、ガリシア社会党、3、ガリシア民族主義ブロック、2となっている。ポンテデウメは8の教区に分けられている。太字は自治体中心地区のある教区。ありがとうございます。